こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。偽物の 5G 端末が売れなさすぎてキムチ工場にまで参入し、半導体シェアで TSMC からさらに引き離され、株価が大幅下落している韓国のサムスンですが、世界1位から陥落したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国内1位企業サムスン電子が半導体業況不振の中で、今年第3四半期アーニングショックで営業利益が3年余りぶりに逆成長した中で、証券街は当分株価変動性が大きいと展望しました。サムスン電子は今年第3四半期の暫定実績を集計した結果、売上76兆ウォン、営業利益10兆8000億ウォンを記録したと明らかにしました。売上は昨年より 2.73% 増加しましたが、営業利益が 31.73% も減少し、約3年ぶりに前年四半期対比逆成長を記録しました。先月末、サムスン電子が社内経営説明会で予想した通り、台湾 TSMC がサムスン電子半導体の売上を上回り、世界1位の座に上がるだろうという市場予測も事実上現実化した雰囲気です。今年上半期基準で全世界の半導体売上1位はサムスン電子、2位はインテルでした。 TSMC は今年第3四半期の売上が6130億台湾ドルで約27兆3000億ウォンを記録し、昨年より 48% 急増しました。これは市場の予測値である6030億台湾ドルをはるかに上回る実績です。暫定実績でサムスン電子の事業部門別の売上は公開されませんでしたが、サムスン電子の第3四半期の半導体売上は25兆ウォン前後と予想されています。 TSMC より売上が2兆ウォンほど低いものと予想されます。問題は当面の実績下落の他にも、来年の業況とマクロ経済状況が不確実で、さらに大きな悪材料になっているという点です。証券街では一部投資家の憂慮のように、株価が4万ウォン台に下がる可能性も残しておきました。それではネットの反応です。ムンジェインがサムスンの足を引っ張ったおかげだよね。 TSMC は国家で全面的に育てている国家企業と同じで、サムスンは国家で足を引っ張って滅ぼす企業であり、人一倍国民性を改める前には大韓民国の未来は暗いしかない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。